ミホクッキングです。ミミじゃないです、ミミのパクリじゃないミミチャンネル。 M です。大豆から大豆ミートを作ってみます。昨日から一晩大豆を水に漬けておきました。あ、一晩漬けるとこんななるの。そう、形が変わるよね。本当だ。これを蒸します。うーん、水を捨てて。これいいでしょ。なんかすごく便利な容器ですね。これ何の容器なんでしょうか。これパスタを電子レンジで作るものなんですけど、はい、すごいこの豆をつけておくときにすごく便利です。間違いない。ホットクックに水をちょっと入れてザルを置いて一晩ふやかした大豆を入れました。乾燥した状態で 300g です。だから300円。蒸す1時間。うん、スタート。じゃあ1時間後、ミホクッキーで1時間経ちました。蒸し大豆ちょっと3分の2ぐらい使います。これはね、このまま食べます。フードプロセッサーでやるべき。まあちょっと今回は手でやってみますか。うん、あれ何準備してんすか。ちょっと潰すの大変なのでやっぱりフードプロ使います。いつもこのパターンじゃないですか。まず一旦やるんだよね、うん、やってみるんだよね。ね、いつも手動でやってみるんだけど結局機械に頼る。すりつぶします。わお、文明の利器ですね。ねえ、それもいつも同じセリフだよね。はい。いいじゃん。あ、もういいの？ひき肉っぽいね。で、ここに全粒粉を大さじ2杯。そしてさらに混ぜ合わせます。はい。先に全粒粉入れちゃダメだったんですか？いや、入れていいと思うよね。なんちゃってひき肉できました。え、本当にこれでいいの？すごいね。これでいいんですか？これでいいんです。これ絶対大豆でしょ。食べます。ん？え、もしかしてこれはね、大豆です。でもきっとこれに味付けしたりとかして、うん、肉っぽくするとなるのかもしれないので使ってみます。ここからどうやって肉っぽくするっていうのは書いてないんですか？書いてない。ここから後で自分でやれよと。から私がアレンジします。はい。これでちょっと唐揚げ作ってみます。冒険ですね。冒険です。僕も味見したんですけどね、結構大豆でしたけど。大豆美味しいね。美味しい。普通に美味しい大豆。このままで美味しい。うん。でもちょっと唐揚げ作ってみたいと思います。まずお酒を。あ、そういう感じね。すごい。醤油も大さじ1。あのね、大豆ミートのいいところは、うん、味見ができる。あ、そうだね。生の肉じゃないもんね。で、生姜をすりおろします。生姜たっぷりめがいいです。はい。じゃあニンニクすりおろします。ニンニクもたっぷりめがいいです。はい。いやー。これね、加熱してもオメガ3がね残るんだってちゃんと。適量で混ぜよう。もうこれだけでも美味しそうですね。確かに。ちょっと味見してみるね。さあどうだ。うん。ちょっと醤油が足りない。うんうんうん。まあ、こうやって味見ってね、入れていけるからいいですね。なんだったら全部ぶち込んで、あのスピードカットでやったら全部早かった、ね、あ、ほんとだ、ほんとだね、うん、次からそれだね、うん、これでいいと思うんだけど、うん、でもこれが肉の味、肉みたいになると思えないですね。思えないよね、うん、普通にただの揚げ団子みたいになる、なる気がする。でも美味しいね、このまま。美味しいだろうけどね、うん、味は美味しい。うん、美味しいね。美味しい。こちらを唐揚げっぽく成形、なんかこういういびつな形がいいかな。ああ。唐揚げっぽく。唐揚げっぽくなってきた。こうギュッと密な、ムチムチな感じにした方が。めっちゃとか全然出てくるんだけど。唐揚げくんのほらあれとかもこんな感じの。だよね。これ子供たちに行くって思っちゃうんじゃないですかね。ここね、分かんないからね。何の意味があったでしょうか。結構わーっとかかんだね。結構わーっとかかりますね。片栗粉だから竜田揚げ、うんうん、あー、これね、僕ね、そうね、毎日これでいいっていう子供たち言うと子供たち美味しいもの食べると毎日これでいいって言うね。いや、そう、絶対言うよね。毎日これがいい、365日これ食べれる。毎日作ってって言われると思うな俺。じゃあ1センチぐらいの油に入れていきます。おお。でもなんかちょっと見た目唐揚げっぽい。唐揚げっぽい。きた。お、唐揚げじゃん。肉っぽくなってきたよ。肉っぽい。これはみんな騙されますわ。あー、美味しそうじゃない？ね、美味しそう。いいじゃん。はい、どう
でしょう、揚がりましたよ。もうお肉ですよ。形のいい唐揚げって感じ。美味しそう。はい、できたので、ちょっと食べてみるよ、匂いから。これはね、もう唐揚げの匂いですよ。マジっすか。本当に。香りだけ言ったらもう本物の唐揚げ。僕もちょっと嗅いでいいですか。いい、あ、すごい唐揚げだ。本当の唐揚げの香りがする。香りはもう100点満点じゃないですか。味をどうかな。ん、お、音はもう、ん、え、味は唐揚げ。マジで。結構、でも食感が違う。あー、でも美味しい。まあ唐揚げではないね、肉ではない。肉ではないか。ただこの料理美味しい。美味しい。唐揚げ粉でやったら何かな。うーん、肉ではないね。肉じゃない、大豆揚げだよね。この料理はうまい。うん、本当美味しいね。もっとさ、ジューシーさがあるといいね。うん、はい、クックパッドに載ってた大豆から作る大豆ミートで唐揚げを作ってみた結果、団子揚げでした。でも美味しいお料理です。美味しいね。ちょっとミミ食べさせて。うん、ミミどういう反応するかね。ミミ、ちょっと唐揚げ作ったんだけど食べてみて。はい、竜田揚げです。え、何するの。から、片栗粉。はい、音。鶏の唐揚げどうですか。めっちゃ美味しい。美味しい。なんか違う。なんか違う。何が違う。何これ。やっぱ肉じゃないよね。あ、これ大豆だ。正解。大豆潰したんだ。どうですか、お肉っぽい。うん、全然。だって分かんなかったじゃん。でも最初お肉だと思ってさ、なんか変な肉って思って。ああ。皮の味が肉だよね、皮がね。